すごいですね。はい、皆さんこんにちは。集まっておりますね。本当に早いうちからね、本当にありがとうございます。もうちょっと前に出ましょうかね。もうちょっと前に出ましょうかね。はい、いやね、知ったかはずっと後ろってのも珍しいもんですね。本当に、はい、いや本当にお越しいただきましてありがとうございます。さあ、ということで本日はですね、ストップ電話で詐欺、スタート電話で対策、家族で防ごう電話で詐欺、インフラマシーということでやってまいりました。やってまいりました。本日のですね、司会進行はベイエフエムの DJ、 私島村幸男と私、田中美和子でお送りいたします。はい、過ごしてまいりたいと思いますけれども、今日ねお越しいただいた皆さんの中でね、あのおじいちゃんおばあちゃん、またお父さんお母さん、さらにはね本当に家族の皆さんでですね、いろいろ考えていきたい、伝えていきたいということでございましてですね、多発しております電話で詐欺被害の現状とこれからの対策を皆さんとね、いろいろと勉強していきたいなと思ってるんですけれども、実際の被害にあったり被害に遭う前に未然に防げた実際の音声なんかを今日ですねお届けしながら皆さんといろいろ考えていきたいと思いますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。またこのね電話で詐欺っていうのは、お金だけじゃなくて、家族からそんなはずないじゃないかと、はい、なんで自分のことを信じてくれなかったんだっていう、こういうね信頼関係にも少しうまくいかなくなったりとかって、そうかめちゃくちゃになっちゃったりしますからね。はい、ただ自分は大丈夫とかって思って貸し切ったのが一番ダメですからね。そうだね、そこが一番危険なところだね。はい、さあ実際ですね、千葉県内電話で詐欺被害以前どう思って、本当にまだ多発しているということでございます。これから10月また相当増えてるらしいですよ。消費税もね上がりますからね、やっぱりお金のことってね、どうしても人の弱みにつけ込むとか、そういったことにもつながってきますので、だからストップ電話で詐欺、電話詐欺をやめましょう。そしてストスタート、ね、電話で対策、みんなで対策していくことによってですね、未然に防ぐことができる、みんなで撃退しようじゃないかと、そうだね、いうことを学んでまいりたいと思います。で最後このトークショーの終わりにですね、防犯対策電話や VFM グッズの当たるじゃんけん大会も行いたいと思いますんでね、最後までね一緒に勉強しながらまた楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。早速電話の詐欺の現状についてこの方にお話を伺ってみたいと思います。千葉県警察本部生活安全部3機関犯罪抑止戦略官平田健一さんです。平田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。今日はもうね朝から制服に身を包んでわざわざお越しいただきましてありがとうございます。どうですか、こういうあの感じのステージでのおしゃべりっていうのは緊張しますねなかなか、でも皆さん和やかにきっと最後まで聞いてくださると思うので、はい、よろしくお願いします。さあ、さらに、はい、今日は朝早くから皆さん並んでらっしゃったということですけれども、じゃあ宮古の方からスペシャルゲスト紹介してください。はい、お目当てはもしかしたらこの方もいらっしゃると思います。今日はね、私たちと一緒に電話で詐欺について学んでくれるスペシャルゲスト登場いただきましょう。フナッシーです。フナッシー、Yeah.
時に会いたいときは朝7時ぐらいから並んでらっしゃったということですけれども、あのね、この席をね、取るのに、ね、皆さんに譲り合ってですね、イベントの方が楽しんでいきたいってフラッシーファンが言ってたんですよ。さすが、僕ツイッターそれにいいねしたら、僕に対して の, いやあのフラッシーのアカウント の, あ の, あ の, あの公式さんガンガン来ましたよ。はい、皆さんありがとうございます。フラッシーよろしくお願いします。よろしくお願いします。やったもう使ってみよう。フラッシー、レッナッシー、フラッシー、流山市内において15件の台風、一部を検挙いたしまして、その
警察署からの電話、詐欺被害ってことですか？そうですね、先ほどもちょっとご紹介した、はい、これが警察官を語る手口の典型的な手口なんですけども、まあ、非常に流暢な話し方でちょっと聞いただけじゃ分かんないです。そうですよね、かなりなんかちょっとどっかからの営業的なねトークでしたよね、なんかね笑ってる場合じゃないね、これは警察官よりも丁寧なんじゃないですか？はい、そうですか、これは実際に被害に遭ったケースですか？いや、この方はですね、非常に用心深い方ですから、ね、はい、幸い被害には遭ってないんですけど。ああ、そうなんだ。やっぱりちょっと疑問に思わなきゃダメだと思うんですが、やっぱり信じていっちゃうんですかね、まあ、この電話は流山市内にかかってきているので、はい、流山警察署を当たっているんですけども、このような電話は県内のあらゆる地域にですね、かかってきています。船橋市も非常に多くてですね、はい、やっぱりそこでは船橋警察署、あるいは船橋東警察署を名乗った電話が非常に多くて、これまずこういうようなケースは、事件であなたの名前が浮上したからって警察署からの電話がかかってくるってことはないって考えていいですか？必ずしもないとは言い切れないんですけれども、ただ話の途中でですね、はい、これは電話聞いていただくと分かると思うんですけれども、あなたの個人情報が流出していますだとか、はいはい、カードが悪用されていますだとか、はい、そういうようなカードですから個人情報、あるいはお金の話が出たら、これはもう間違いなく詐欺ですので。なるほどね。警察の方が個人情報の話をしたらまず疑いってことですか？そうですね、はい、もうたとえ警察や市役所を名乗っても、はい、一旦切ってこちらから書き直すぐらいの慎重さが必要です。なるほどね。そっか、一旦切っちゃうっていうのも一つの手ですね。市役所の何から何さんですかって聞いて、一回切ってじゃあ書き直しますねって言えば、はい、それが一番。さすがだし、その通りです。さあ続いてですね、令和元年5月、これ令和になってすぐですね、船橋東警察署からいただくケース2、これ聞いていただきましょう。はい、近いわ。船橋市、もしもし、お世話になります。私、船橋市役所医療福祉課の山下と申します。はい、この電話でお間違いないでしょうか？お世話になります。本日ご確認させていただきたいこと1点ございまして、近くの ATM に誘導してですね、はい、被害者の方自身にお金を振り込ませてしまうっていうのが、カッピン盗詐欺という手口なんですけども、まあ、犯人自体は全く相手と接触しないんで、リスクがないんでですね、ですね、はい、ですから今年に入ってまた非常に増えてきている手口で、船橋市内もかなり多くの電話がかかってきてますので、ぜひご注意いただきたいと思います。ねえ、もう浦島リアクション少し伸びたよ、なんか体がびっくりしちゃってね、驚いちゃってこんな近場にそんな悪いやついるんだと思って許せないね。ねえ、ないよね。でも実際 ATM とかで振り込む作業って僕もしますけど、でも、はい、それを電話をして振り込むって振り込んでしまうんですかね？確かに。そうなんですね。ただもう被害者の方はもう手続きだと信じてやってますので、相手の言う通りに
しまって被害に遭ってしまって、でこれ例えば相手方が残高がどれぐらいあるかとかっていうのも分かる手口があるわけですか。そうですね、はい、まあ、それがよく分かる手口がですね、以前松戸市内で実際に銀行の方からですね、今 ATM で還付金の手続きをしようとしている高齢者の方がいるというお届け出があって、まあ、それを受けて警察官が行ってですね、被害者の方になりすまして、相手がどういうふうに指示をするのかというのを録音した内容です、はいはい、なるほど、はい、それがですね、平成28年2月に録音されましたケース3、これまた警察官が協力して相手のどういうことを言っているのかを聞き出したというケースですね。そうです。でこちら見ていただきたいと思います。先ほど電話しましたが、今着いたんですけども、伝えていただくことがこの被害を未然防止することにつながっていきます。そうですね。実際の平田さん
の管轄でもいらっしゃられるんですか。あ、そうですよね。ということは、じゃあ船橋は今のこういった詐欺って件数的にはどうなんですかね。多いですか。そうですね、あの船橋市内去年は非常に多かったんですけども、はい、ただあの船橋市は自治体と警察が連携してですね、非常にあの力を入れ、電話で詐欺の撲滅に力を入れておりまして、あの電話で詐欺、の撲滅のための迷惑電話機器なんかも市が助成したりする取り組みは早くから行っておりまして、丸山市を中心に森口区っていうところを聞いてまして、うん、あのそういった取り組みもあって今年になって非常に、船橋市内は減少している傾向にあります。なるほど、すごいですね。やっぱり日々船橋も頑張ってくれてる証拠だね。あの先ほどもお願いしたんですけれども、振込先、あの電話で先というのは県民の皆さん、あるいは皆さんの力で防げる犯罪なんですね。ですから先ほどもお願いしたように、もし ATM 付近で電話をかけながら ATM の操作をしている方がお見かけたらですね、言っていただきたいということ、それとあの、まあ、どの手口も入り口は電話になっておりますので、まずはご自宅の電話をですね、ご自宅の鍵をかけるのと同じように、普段はあの留守番電話にしておいて、相手の声を確認して、相手の内容を確認してから電話に出る、これを実践していただくだけでも、電話で先の撲滅につながりますので、このことを今日来た皆さんがですね、周りの方に拡散していただければ、被害を防げると思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。犯罪抑止戦略会、平田源さんでした。そして、この詐欺をなくさせよう。そうですか。
です。なるほど。嬉しい。これじゃあ私僕ねまだ今年梨まだ食べてないんですけど。あ、今日食いしでしょ。みんなに含めてね梨汁かけてもいい。